どうもトランプです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて、今回は、台湾半導体についてフォーカスしてみたいと思います。最近ですね、台湾の半導体の雄である TSMC が九州に、というかね、熊本県に進出してきていて、工場をね、じゃんじゃん増築しているという話、もちろん皆さんご存知だとは思うんですけども、なぜ台湾が今この熊本県に進出してきているのかという部分についてね、非常にその闇について切り込んでいる方がいらっしゃいます。その方が今回この越境 3.0 チャンネルに登場されていて、その詳細について語られているんですが、ちょっとその一部見てみましょうか。水がやばいと、その洗浄水のために台湾は水を汲み上げすぎて、水が枯渇したから熊本に来たの。健康被害が出てくるの。水俣病ってみんなおかしいおかしい、あと重金属も入ってるんで、国民や住民が戦うしかないんですよね。とこのようにね、冒頭話されているんですけど、その後ね、結構長く詳細について説明されているんで、知りたい方はこちらの番組からご覧いただければと思うんですが、簡単に言うとね、この見出しの通り TSMC と熊本県の闇がやばいと、そもそも熊本といえば、かつてね、40年間も続いた例の水俣病というもの、皆さん記憶に新しいと思うんですけども、もうそれ忘れちゃったのっていう感じがするんですけども、結局今この熊本の水を求めてこの TSMC が進出してきているんではないかと。となるとね、いずれ熊本の水が枯渇してしまうんではないかということなんですけども、最もやっぱり懸念されるのが、その汚染されてまたね、この件のようなことが再度繰り返されるんではないかという、環境被害、環境汚染、その点を結構深田萌さん指摘されているわけです。深田萌さんといえばね、皆さんもご存知だと思います。美人 IT アナリスト、最近よく、マスメディアなんかにも登場されるわけですけども、ではね、ちょっとどういうことなのか、最近ね、直近というかこのようなノートが出回ってますんで、ちょっとその一部見てみましょうか。こちらは、熊本は郊外経済を望むのか、 TSMC が熊本の美しい自然を破壊するということのようです。結構長い、文章なんですが、その一部、チェックしていきましょうか。こちらね、台湾の世界的な半導体メーカー TSMC が日本で初めての工場建設を熊本県菊陽町で初めて進めている。これを受けてメディアは一斉に経済効果を謳い、不自然なほど良い面ばかりを報道しているですよね。この件について何かそのデメリットをね、主張するアピールするような報道っていうのを多分皆さんあまり聞いたことないと思うんですけども、しかし半導体工場、特に半導体の前工程を製造する半導体工場 TSMC の環境へのインパクトは計り知れないほど大きくなる可能性があることを私たちは気づいているだろうかということでね、この辺いろいろ詳細について書かれているんですが、ピンポイントで重要なところを見ていきましょうか。ちょっとこの辺、例えばね、これちょっと見ていきますか。再生可能エネルギーなら環境に優しいとの誤解と。今回この TSMC は今後ね、再生可能エネルギーを 100% 利用していくということをね、2050年までに達成するというように掲げているわけですが、そもそもそれって本当にどうなのということなんですよ。九州においてはね、非常にそれは、こちらにも書いてありますけども、
まあ、太陽光発電の設置にしても設置に伴う大量の除草剤の散布や有害物質の漏出、土砂災害、パネル廃棄順の処理の問題が懸念されるということもあるんですが、結構やっぱり九州っていうところは災害も多いわけで、こちらね、西日本新聞で報道されたメガソーラーの設置によって破壊された阿蘇山の姿が痛ましいというのほども書いてありますし、当然ね、そのメガソーラーが災害にあった時、これって非常にやばいんじゃないのっていう話にもなるわけです。そしてね、まあ、それだけではもちろんありませんし、まあ、太陽光パネルの廃棄はリサイクル、埋め立ての2通りであるが、埋め立ての場合の土壌汚染や地下水汚染のリスクも残されていると。そして、まあ、これ台湾ではですね、まあ、なんで台湾がわざわざ熊本に来るか、その水資源がもう枯渇してきている、そして非常に深刻な健康被害が報告されているということで、もうおそらくね、台湾ではあまり拡大できなくなったんじゃないかと思われるわけです。これまずね、 TSMC は2022年去年の時点で1日に 119.3 万トンの水を使用していたと。これ何に使用するかというとですね、まあ、半導体製造装置、それを洗浄するためのやはり純水が非常に大量に必要になるということらしいです。そういったね、わずかなゴミなどもやっぱりそういう精密機械には紛れては困るということで、その洗浄するという行為がね、非常に重要になってくると。まあ、2020年に台湾で起こった干ばつの際、企業を優先する政策によって農地の灌漑がストップし、農業に水が回らなかった。半導体のために米を捨てたと言われていると。まあ、半導体ね、非常に注力しているということが、まあ、伺えますけども、まあ、ここですかね、この辺。結局、まあ、水資源、熊本県の水資源を獲得するという面においてですね、まあ、TSMC はかなりの数の工場を熊本あるいは九州のどこかに移して今後も来るのではないかということなわけです。そうなるとね、結局そういった環境被害だとか健康被害だとかが、その熊本を中心にまた再度、ね、昔のその水俣病の件、皆さんお忘れになったんですかと言いたいわけです。まあ、ここにね、おびただしい種類の量と有害廃棄物というふうに記載されていますけども、まあこの辺はね、ちょっと、まあ、飛ばしていきますけども、この辺ね、ちょっと出てますよね。非常にやばいネーミングのものがいっぱいここに含まれていると思うんですけども、あげるとキリがないということだそうです。そしてね、この辺にも書いてますよね。ヤン・シュセン教授によると、金属汚染は土壌でも分解されず、地質の一部として地下水に浸透していくという。重金属は比重4以上と重く、土壌に吸着されやすく、水にも溶けやすい。そのため土壌汚染、地下水汚染ともに引き起こすという懸念をね、表明されている方も多くいらっしゃるわけです。まあ、このように、記載されてますけども、もう台湾がね、とにかく重度の環境汚染によって河川の 25%、 農地の 5% が利用不可能だと言われているそうです。ひどくないですか、これ。これはね、やはりその TSMC の、環境汚染によって引き起こされている部分が非常に大きいと。まあ、それによってですね、このちょめちょめの罹患率がアジアで2位、台湾のですよ、人口透析率は世界1位ですよ。つまりちょめちょめ患者数は増え続けていると。つまり環境への認識が日本とは異なることを認めざるを得ないだろうと、このように書かれていて、まあ、結局ね、もう日本でやるしかないだろう。まあ、豊富に水資源を有する、特に熊本あたり、まあ、そこに、今、ガンガン進出してきていると、まあ、それに懸念をね、抱いた、まあ、深田萌さんが、今回これね、本にもされているわけです。こちらね、これを、
まあ、読んでいただければおそらくもう一目瞭然ということだと思います。これまだ最近ですよね。今年の10月30日に、発売された TSMC 誘致光と影の、あ、誘致ってことか、TSMC 光と影の誘致、どういうんだこれ、間違えた、こうか、光と影の TSMC 誘致というこちらの書籍ですね。まあ書籍じゃなくてもいい、電子書籍でもいいという方はね、こちら、Kindle 版でしたらちょっと若干安く買えるということになります。5%、まあ、こちらをね、ぜひお読みいただくと、その詳細について、まあ、ほぼお分かりいただけるんではないかということでございます。まあということでね、まあ今回、こちらの、何でしたっけ、チャンネル。で、かなりね、長く説明されていますので、こちらの方もまあご覧いただいて、まあ特にね、九州にお住まいの方は特にこれ深刻な問題だと思いますし、まあ、特にね、熊本県の方、まあ結構もう地元の方もかなりこの件について、まあ深刻な、まあ、危惧をね、表明されている方も多くいらっしゃっていて、まあでもね、どん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 話は進んでいっていると。工場はどんどん誘致され、今後も増え続ける。どうなっていくんでしょうか。まあね、そういう、まあ、闇の部分がね、一切、マスコミでは報道されないということがね、もう同じことを、もうどんかいつもいつもね、繰り返しているという感じがしますけども、まあなんでね、ここ最近、台湾の TSMC が騒がれているのかということはね、まあ、そういう台湾地元での、まあ、深刻な問題があったということを皆さんも、まあ、気づいてほしかったということになりますでしょうか。今回はね、以上となります。ではまた。